首都圏新都市鉄道 TX-2000 系の ATOATC 装置自動列車運転装置とは列車の運転を自動化する運転保安システムである。主に人に対する安全性が確保しやすい地下鉄や新交通システムに使われている。ATO の地上市横浜市営地下鉄ブルーライン、ATO の車上市鉄輪式、リニアモーターカー方式で リアクションプレートの横に ATOO の地上子を設置した方式自動列車運転装置は地上側で視点情報を発信する地上子、地上子から視点情報を受信する車上子、車両側で立行、打行、ブレーキの制御を行う車上装置という3種の装置から構成されている。地上子は有電源のトランスポンダである定位置停止地上子と3つの 無電源地上子の2種類に分けられる。定位置停止地上子は各駅の停車位置に設置されており、列車が定位置に停止したかどうか確認するため、また停止した後初期機を動作させるために必要となる。P4 地上子が車上側の ATO 車上子の位置を一定の範囲内で検知すると、車上子との間でホームドアの開閉指令やホームドアの開閉状態の情報、 運行管理情報がやり取りされる。その手前に設置されているのが無電源地上紙で、駅で決められた位置に停車するために必要となるものである。列車が無電源地上紙を通過すると、地上紙に組み込まれた固定位置情報が車両側の ATO 車上紙を介して、車上装置に送信される。この情報をもとに、列車は停止位置までの距離を把握することになる。P1 地上市は、 列車側にブレーキ制御用パターンを生成させる地点に設置される。P2P3 地上子は P4 地上子と P1 地上子との間に設置され、工述する車上装置に停車位置までの距離を伝達する。車両側に設置された車上装置は列車が停止位置に止まるために必要なブレーキ出力を決定して指令する役割を担っている。車上装置には 各駅間の距離情報と運転パターンがあらかじめ記録されており、地上側での位置補正を地上市から受信された地点情報と列車からの速度情報とを照合して適切なブレーキ出力を演算することにより、運転士の操作を必要としない定位置への停車を可能にしている。列車が停車駅に接近すると車上市が P1 地上市から 停止位置までの距離情報を受信する。それをもとに、車上装置が停止目標位置までの停止制御用パターンを生成する。列車側が P2P3 地上市から残りの距離情報を受信すると、列車が記録している残りの距離情報の食い違いの補正を行い、列車速度と正確な残距離に合わせてフィードバックによるブレーキ制御を行い、 停車目標位置までに列車を自動的に減速させる。列車が停車目標位置にある P4 地上市の位置に停車した後は、列車の停止位置がショートかジャストかオーバーかを判断する、停止位置測定を行い、許容範囲以上に位置がずれた場合には、インチングにより列車位置の修正を行う。目標位置に停車したことが確認されると、車両側で、転動防止ブレーキをかける。また、 車上側から地上側に列車の運行番号、行き先などの情報が送信され、地上側の運行管理システムが送信されたこれらの情報をもとに列車の運行管理を行う。その後、車上側からの指令で地上側のホームドアが開けられると、車上側に車両ドア解情法が送信されて、車両側のドアが開けられる。停車中においては運行管理システムが 停車時間の管理を行い、出発時には、運行管理システムからの出発指示情報、ホームドア閉、車両側のドア閉などの条件が揃えば、列車は駅から出発できるようになっている。また、ホームドア、または車両のドアの開閉は、車両側の運転席にあるドア開閉ボタンを操作することにより行う。地上市は、鉄輪式リニアモーターカー方式の地下鉄では、 機上間にリアクションプレートがあり、通常形地上紙の設置ができないことから、ループコイル方式を採用している。これは2本の機上の外側に、8の字形のループコイルを設置し、年下点を設けることで、地上紙としての機能を持たせているが、最近では、リアクションプレートの横に、地上紙を設置する方式もある。また、地上紙を設置した方式の場合には導入の手間が、 大きくなることから、東京メトロ千代田線北綾瀬市線では、地上市を使用しない方式を採用している。これは二駅間の折り返し運転という性格上、両駅に設置している ATC 装置の仮想防護信号をもとにして、地上市の代わりに残存距離の補正を行っている。ただし、2014年度より、同線に導入された例語系回収車では、地上市、車上市方式となっている。 乗務員が乗務するタイプと無人運転のタイプとに大きく分けられる。出発条件の成立後、自動的に目標速度まで加速した後に低速運転を行い、自駅に接近すれば自動的に停止位置に停止させるという基本機能は変わらない。また ATO は ATC に自動運転装置としての機能が付加されたものでなければならないので、 目標速度の設定及び保安確保のため、閉塞に ATC を使用するケースがほとんどである。乗務員が乗務するタイプには、ATO をあくまでも運転支援装置と捉え、ATO 運転中であっても運転士の運転操作が優先するよう設計されたものと、ATO 運転モードでは緊急停止以外の運転操作ができない無人運転に近い設計のものが存在するが、いずれの場合も、 一般に、時計後に、ハンドル付近に設置された出発ボタンを押すことで、自駅までの自動運転が開始される。出発ボタンは、多くが誤操作防止のため、二つを同時に押すことにより、作動するようになっている。また、無人運転に近い設計の方の列車には、出発ボタンは存在せず、代わりに、扉閉翼しボタンがついているものもある。このような列車の場合、 駅に到着後は扉が自動で開くもののこのボタンを押さないままにしておくと出発時刻になると自動で扉が閉まり一人でに発車してしまうしかしこのボタンを押しておくと駅に到着して自動で扉が開いた後はこのボタンを再度押して解除しないと出発時刻になっても扉は閉まらず発車しなくなる再度押して解除することで扉が閉まり 扉が正常に閉まった場合には、自動で発車することになる。またこのような列車の場合、扉閉抑止を解除して、一旦ドアが閉まった後に、再度ドアを開けることはできないため、飛ばさみからの復帰や駆け込み乗車をした乗客を乗せる場合、あるいは折り損ねそうになった乗客からの再開閉の依頼などで、発車せずにドアを再開閉する必要がある場合には、 一旦 ATO を解除した後マスコンキーを回して、手動運転に切り替えた後、手動にてドアを再開閉してから、再度自動運転に戻す必要がある。この方式は、福岡市地下鉄、七熊線などで採用されている。なお、ATO 装置は、駅停車制御機能のみを使用することで、タスク装置としても使用することができる。東京メトロ南北線及び、 都営地下鉄三田線各車両の ATO 装置は、東急目黒線内ではタスクモードに切り替わり、駅発車時の立行操作と駅間の速度制御は運転士が行い、駅停車時の停止操作は ATO 装置の駅停車制御機能を使用している。一例として、東京メトロ南北線の ATO 装置のシステム構成について示す。同線用の ATO 装置は以下の装置と連動して、 車両を制御する。ATO には列車速度の調整用に運転モードがある。東京メトロ南北線では、平常、回復、遅速の3つのモードがあり、平常運転モードでは、ATC 制限速度の時速5トル下の速度で走行、回復運転モードには、平常運転より時速2トルで走行、遅速には、平常運転より低。 時速 10km で走行させることができる。実際の ATO 運転の車両制御以下は、大阪メトロ1000日前線での例である。特に ATO 運転時には頻繁なノッチ操作を行うと、乗り心地が低下してしまうため、立行ノッチ、常用ブレーキ操作は、手動運転時よりもステップ分割を行うようにした車両が大多数である。日本で初めて ATO を設置したのは、 名古屋市営地下鉄東山線の名古屋栄長官で1960年10月21日に本格的にテストを開始したが1962年5月に終了した。同年から低都高速度交通営団日比谷線でも長期にわたって試験が行われたが2列車限りのあくまでも限定的な採用であった。その後も大阪市営地下鉄千日前線や 都営地下鉄三田線で試験が行われたものの、いずれも当時は実用化されなかった。会場内輸送ではあるが、1970年の日本万国博覧会において、モノレールが世界初の実用運転とされている。地下鉄での営業列車への全面採用は、1976年6月10日に開業した札幌市営地下鉄東西線で、西28丁目駅と、 西車両基地の間では、無人自動回送運転も行われていた。1982年3月21日に、白石駅から新札幌駅間の延伸開業に伴い、ひばりが丘駅と東車両基地の間も当初から、無人自動回送運転に対応している。1990年頃、同線において、当時の主流だった6000系の営業車両に限り、 ATO による自動運転を終了しており、2008年9月1日に現在の主流である8000型で ATO による自動運転を開始するまでの約18年間は、営業列車は手動運転、ひばりが岡駅と東車両基地の出入湖線のみ、無人自動回送運転となっていた。ついで、神戸市営地下鉄精神線で1977年から採用している。 その後は、1981年に開業した福岡市地下鉄空港線をはじめ、ワンマン運転を実施する路線において、乗務員の負担軽減のために ATO を採用する事例が増えた。さらに、旅客の安全対策としてホームドアが設置されるケースが相次いでいることに伴い、これらを採用した路線では、駅停車時にホームドアと車両のドアの位置を正確に、 合わせる必要があるため ATO を採用する事例が増えている。なお ATO を採用した路線においても地下鉄等在来型の鉄道においては緊急時における運転士の技能低下を防止するため1日数回または一定時間に限り手動運転を実施している路線が多い。一方、1981年に開業した 神戸新交通ポートアイランド線をはじめとする新交通システムは一部の例外を除き無人運転を前提として設計されており監視要員が乗務する路線、区間はあるものの手動運転訓練や自動運転が継続できなくなった場合を除き手動運転が行われることはない。また北九州高速鉄道国ら線のように ATO を採用しながら 後に取りやめてすべて手動運転に切り替えた例も存在する。2010年代後半から JR の地上在来線で一般的な ATS を用いた自動運転の研究が開始されており、JR 九州では2019年12月下旬から2020年2月中旬に、シー線、サイトカシー間において ATSDK 型を使用した走行試験を 実施予定としている。コンソールうわつらの左右で赤く光っているボタンが、ATO 出発ボタン北海道札幌市営地下鉄、宮城県仙台市地下鉄東京都、ATO 運転ボタンが見える東京地下鉄、都営地下鉄玉都市モノレール、東京都、千葉県、茨城県東京都、埼玉県、千葉県、茨城県首都圏新都市鉄道埼玉県。 埼玉高速鉄道神奈川県横浜市営地下鉄、愛知県名古屋市営地下鉄京都府京都市営地下鉄、大阪府大阪市高速電気軌動標語県神戸、市営地下鉄福岡県福岡市地下鉄。ありがとうございます。